the King Star。 スター、スター、あー、スターシップ、シップ、シップエイプラン。あんがついちゃった。ダメだ。じゃあもう負け。あー、負けちまった。さあ、そんなわけで始まりました、フォークギターのアルティでございます。さあ、今日はみんな聞いてっかな。もしいいか、友達に聞いてない人がいたら今からでも遅くない、友達5人に電話して起こして聞かせましょうね、はい、さあ、寝てる場合じゃない、寝てる場合じゃございません、勉強してる場合じゃございません、はい、さあ始まります、アルティのオールナイト日本、略してアルオナニー。ちょっと地味でしたけども、寝ないようにしていただきたいと思いますが、ね、そんなわけで始まりました。今日は久しぶりに東京で、久しぶりに東京でございますけども、何か今日はライブをやっていただきます、はい、アルフィーというと非常にこのハードロックアルフィーのイメージがね、はい、あの定着していますので、定着してます。今日は一つこの夜の夜長を、はあ、ぼちぼち夜もね、まあ梅雨ですからね、あんまり表で夕涼みしながら聞くわけに、夜長っていうほどな、だんだん短くなってます。夜長っていうのは秋の夜長ってんだよ。まあいいですけども、夜長の台風とか、はい、今日はアコースティックアルフィをたっぷりと。そうですか、言ってみたいと思います。私ちょっと小指が痛いもんね。小指が誰かに噛まれたんですか。はい、あなたに噛んだ、どうなるか分かんないですけどね、噛んだの時。さあ、ビバヤングモルナイトリップ、この番組はブルボン、ポカコーヒー、キャニオンレコード、学研、ビームデフジモード、作成者、東京写真専門学校、主演者、東方東亜、エスビ食品、オールドスパイス、角川書店グループ。全部早いですよね、これ。もう一回言おう。ブルボン、ポカコーヒー、キャニオンレコード、学研、DVD、フジモ、作成者、東京写真専門学校、主演者、東方東亜、エスビ食品、オールドスパイス、角川書店グループ。まあ、以上各社の提供で日本放送キーステーションに、ここ今日は銀スタ、日本放送の1スタですね。皆さん公開録音なんかやるところですけども、今日はだだっ広い1スタ、ここから、お送りしてみたいと思います。アルビーのオールナイト日本でございます。銀スタライブすごい。本当はこれ CM 行くときりだったんですけどもなかなか行かないで、いろいろ今日はライブがありますんでね、早速1曲目行ってます。行ってみましょうかね。何ですか、やっぱりちょっとこのビタースイートサンバが沈みがちだったので、うん、パッと一つね、パッと、ええ、あるし、ほら、最近知ってる連中はですね、あんまり知りませんかね、この。そうですね。高見沢フライング V じゃなくて。もうフライング V 弾いてますよ。マーチンを。フライング V。どこがフライング V？ それでは、ケーキ漬けに一発、どうぞ、行ってみようかね。はい、で、おい、あ、これまるで悲しいのじゃない。これじゃお前。ダメだよ。これじゃケーキ漬けになんだよ、お前。こっちだ。それでは行ってみたいと。頼むよ。サルサのリズムに弾むメロディー、心も軽くなる。おい、桜井まさる。そして君がいれば何もいらないさ。気分はトロピカル、言葉はウキウキ、優しくなれそうさ。まるで君はパラダイス、それが人生のパートナー、憂鬱な気分吹き飛ばしてくれる。感想だよ。
のボン恥ずかしそうに僕の空気だからまだまだ言えないけれど顔のままずっと愛せたらいいね誰に言われても君となら上手くやれそうさまるで君はパラダイス笑顔のハーモニーそれが人生のパートナー陽気な気分吹き飛ばしてくれるバカでのシャラララララリーガーシャラララセクシーガーシャラララリアリタイヨーシャラララララ女子大生シャラララリアリタイヨー何ですか ?OL え ?OL シャラララリアリタイヨーシャラララリアリタイヨー誰だ看護師さん行こうか白衣のシャラララのやりたいよシャラララの看護婦さんどうしようかな運転手か運転手いきますよ運転手さん看護師さんがやりたいって言ってますせーのシャラララのやりたいよシャラララの運転手さんもういねえか事故起こさないでくださいね、運転手さん。さて、どうしようか。よし。よし。これまずいけど、行っちゃおうかな。よっしょ。婦人警官だ。まずいな。ちょっといいだろ。謹慎の、せーの。シャララララやりたいよ。シャララララ婦人警官。丸の付けたと、俺は違うんですよな。せーの。シャララララやりたいよ。シャララララ土まで。疲れるなこれおい。そろそろ CM やんねえと。やりたいよっつうのは別に。何やりたいんですか。あるし、要するにこうお話がしたいなと。じゃあしたいよって言えばいいわけですね。お話をやりたいって言うんですよ。あ、お話をやりたい。アルフィでお送りしました。君はパラダイス。不謹慎な歌ですね。失礼しました。不謹慎かな。さてそんなわけで、はい、今日はですねアルフィーの、ね、アコースティックライブをすごい、ね、お送りしようとすごいその設備がすごいですよ調子狂っちゃってしまったいやさっきまでくたびれてたもんですからね歌う歌う声がちょっとまだちょっと出てませんね元気ないねうんああああああすごいですね、このスタジオはね。いや、今日は一スタ、銀スタからやってるんですけども、全然やってる意味がないですね。おい、ちょっと待って、ちょっと待って。声出すんだって、もうちょっと離れてくれ。ラジオ壊れちゃうよ。ちょっと発声練習しますんで。はぁーほとんど応援なんだ。でも、発声の仕方としては民謡ですね、今の。ね、うちの親父の発声なんだ。ハードロッカーとは思えない。なかなか、しかし、あれ、なんでございますね。なんでございますか。なんでこんな広いとこ来ちゃったの普通のヘッドスカイでよかったじゃねえの、うん、ちょっとさまで元気ないねえなんか一つノリが違うねノリが違うなんで、うん、なんか元気ないダメなんだここどうして俺銀さんあんま好きじゃないんです好きじゃないの好きじゃないんだけどどうもねノリが出ないんですね大丈夫だってあーあーでもなんかおかしい目が笑ってないんだよ本当おかしいね暑いからちょっと厚着してっから広いところってダメ厚着の京子よ誰厚着小泉京子厚着のタイツだったっていう厚着の今日赤はセッポンポンセッポンポンおい乗ってきた乗ってきたさあはがきを読めおはがきを読みたいと思いますけどよし富山県の富山富山市富山の姉ちゃんたち宇田照代さんすごいですよ私お33歳の主婦ですあお母さんええ6月7日の富山でのコンサート行きました、うん、すごい過激でした子供2人過激え過激でした過激だった子供は子供2人とも主人に預けて1人で行ったのですがああ周りは中学生高校生ばかりおばあも私1人しかいませんでしたけどまだありませんもう高校生の中で頑張るぞとコンサートを乗りましたえらいすごいですねすごいもう非常にこの特に右手が痛いと書いてあります右手はい何やってたんですか右手で手拍子ですよ手拍子ですね何すんだよ右手でいやあと腕をこうやって腕振り上げたりとかねいやびっくりした両手が痛くなるのは分かりますけどどうもお母さんあの隣の姉ちゃんのおっぱいもお母さんだよなお母さんすいませんお母さん付
謹慎な男でございます。主婦でも Thank you, thank you。 富山県良かったね。富山良かったですよ。非常にね、なかなかいい良かったですね。北陸は良かったんですよ。これは非常に、あの福井行きまして、福井久しぶり、2年ぶりの福井。福井も良かった。富山も良かった。うん、あとどうやったっけ。良かった良かった。金沢やったじゃん。金沢、それからビャーッと来て新潟とか長野とか来たんですよ。新潟長野はもうみんなでジュース飲んだらお前会話が途切れるじゃないか。新潟とかね、名古屋、名古屋じゃない、長野っていうのやってますから、はい、見えますけども、今回もすごい良かったですけどね。すごいですね、やっぱね、長野いい快感ね。いい快感、思ったよりも。だからその福井、あ、富山でしょ。福井がね、びっくりしましたね。あと金沢も。でもやっぱり北陸地方っていうのは、うん、あのアルフィーがこの非常に寂しいツアーを行ってた頃から積み重ねてきたんでね。そうですね、非常にこの昔からのファンの人と新しいファンの人との、はい、この連携プレーが、そうですね、速やかに綺麗に決まったっていうか、ね、決めましたね。思わずなんか乗ってしまって、うん、ね、アンコールを、アンコールの、アンコールのという、すごかったですね。すごかったですね、うん、ね。で月曜日に帰ってきて、はい、土下の釜飯を食いながら、はい、横川で、横川で帰ってきまして、ヒットスタジオ出ました。出ました。もう小指の包帯痛かった。その時の事件というのが、うん、坂崎は長野、そうですよ、長野県民文化会館で思わず前の方に綺麗なお姉さんがいて、いやそんなことはない。そうじゃないですか。思わず手イエーイって差し出したんでしょ。あ、差し出したんです。差し出したところを、うん、噛まれてしまったんです。何、犬がなんかが見に来てたんですか。こうちゃん違うの、小泉京子、小泉八雲なんだよ、いつもそうあれですよ。だから長ね、倒れたんです。モニターに引っ張られたところ、腕をついたらいいんですけど、小指からついたと思うんですけどね。手の指の骨が逆に曲がっちゃったんですね、これね、外側に。びっくりしたよ、ちょうどね、楽屋に帰った時ね、うん、あのね、指がブラブラ、そう、指が、僕はね、一部始終を見せたわけですけどね、うん、あの坂崎が前に出てって、後ろにこう、後ろ向きでね、うん、お客さんの方向きながら後ろ下がってくる時に、前にこのモニターが転がしっていうのがあるんですね、うん、それがそこに足がちょっと引っかかったんです。そう、その瞬間に後ろへこけたんですね。そうだ、その時にとっさに、もう運動神経がいいですからね、パッと出したのは小指、僕はバク転やろうとしたんですよ、あの時、うん、モニターに引っかかったついでに、うん、パッとバク転やろうとしたら、うん、その下にあったものにちょっと手をつまずいて、でガクッときちゃった。ああ残念だったな。それでその後骨継ぎ土屋整骨院に行きまして、でもよかったね、うん、何ともなくて。あでも痛いもんね、もう楽屋帰ってないわけね。楽屋帰ってから貧血で寝てたのよ。そうだよ、よかったね。だってあのね、うん、あの片付けも何もしないでね、その衣装のままでね、そう、真っ青な顔してね、ガタンと骨とかあれ打ったりすると、あれですよ、血が引くでしょ。引く引く、うん、引く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 、そうなの。だから俺骨折したと思ってさ、完璧に裏になっちゃったから骨が、うん、やばい。でもう貧血よ。あーやべえなこりゃと思った。もうヒットスタジオまずダメね。ダメ、うん、で明日からのコンサートダメ。ダメね。どうしてそこらどう出会うんだろう。そう、何もできないの、お前と。大丈夫だ、2人じゃね、こいつと二人でうるさいのしかやんないの。うるさいのしかやんない。演歌がうるさいの。大丈夫だよ、落語ができないだけだよ。昨日久々のオフでした。オフでしたね。嬉しかったですね。僕は新宿と渋谷ブラブラしましてね、サイン会やってきましたけど。あ、そうですか。僕はちょっと個人的に仕事がありまして、関根さんと会ってましたけど。あ、そう。打ち合わせがありました。まあいろいろね。桜井大臣の気分。僕はね、いろいろですよね。実家の方にね、うん、お墓前に行ってきました。やったー。おじいさんのね、一周忌がね、あ、タレンジさんの行けなかったもんですからね、ちょっと1ヶ月ぐらい遅れてしまいましたけど、タレンジさんの、それでは、今日はアルフィーのライブということで、なんか沈みがちだね。いや、しょうがないんですよ、これは。どうしてギターを持ってると、うん、やはり、あまりなんかステージのような気がしてくるんですかね。いや、なんていうんですかね、なんかやっぱおかしいんだよな、うん、うん、なんで、うん、よし、パーッと行こうか。ああ、うん、何やんの、フィーリングラブ楽しいですよ、はい、これ好きな子です。リクエストもたくさん来てましたけどね、アルフィーの、美しいシーズンの B 面、うん、シングル版でね、よくね、そういえばこういうのね、質問が来るんですよ。フィーリングラブ、フィーリングラブとかラブレターとか、実際にあった話ですか。いや、それは高見沢さんは男性なのに、うん、なぜこう女性の気持ちが分かるか、気持ちが分かるのか。あ、気持ちなんか分かりませんよ、僕は。正直ね、半分体験ね、あのあれですからね、半分体験、いやいや、半分女性みたいなもんですから。あ、そうか。何を言ってんの。要するに、これは要するに女の世界に入ったことがある。虚構の、いや違う、要するにこれは男の歌なんですよね。ああ、ただそれを和とか世にすれば、何々よ、何々いい、気持ち悪いですよね。だから要するにこういう女性がいたらいいなみたいなね、願望ですね。男心の裏返し、裏返してます。男5キロの裏返しという。そうです。全部大きい袋でしょうね。そうですね、5キロって。はい、もう今一つエンジンが、それでは皆さん、意識が悪いですね、なんかわっと聞いてください。はい、フィーリング、
ダブ。いい歌ですよ、これは。頼りなく回すダイヤル、震える指先、久しぶりだねと声を潜めて話すあなた、そばにいるのねあの人、胸騒ぎの夜は Feeling love 感じ合うそれだけで待ちでした。え、いいとこで間違えた。いいね、乗るんだよこれが。そう。ラジオの前のみんなでしまった。ちびたが消えてく、おでっくで、おでっくで。ちびたが消えてくの。はい。さあ今日はアルフィーが生ギターで演奏会をやるということで。はいはい。たくさんハガキが来ておりました。リクエストがすごいです。はい。すごいね。いろんなリクエスト来ておりますけども、井上真由美ちゃん22歳、広島。あとそんな鳥のなんかやんないよお前生ギター。花はどこへ行った。花はどこへ行った。 Where have the flowers gone? どこへ行く。日本語放送でやってる途中で。日本語なんだ。いや日本語さよならオフコース。このオフコースはすごいんですよ。チューニングしててできた曲ですからね。ギターのチューニング一弦と二弦横チューニング、これでできたんだ。あ本当だ。これで小田さんが作ったという噂はないですけども。E と B ですからね。あとフューザロンパスやってくれるとありますよ。
どんだけ。あ、君のやってみましょうか。じゃあやりましょう。突然ですけどね、はい。ありましたね、これね。どこのパートだか忘れてしまいましたね。これも忘れてましたけど。みんなでいろんなところ荒らしまくってんの。リッパーミレット覚えてる、リッパーミレット。あ、覚えてる。腕のリッパーミレット。どうだっけ。ほんのりと色づいて、君の唇かわいいね。キラキラと輝いて、君の唇かわいいね。ね、そうだよね、こんだけどな、ね、コマソンなんかいろいろやったんですね、あれ、ね、リップアミューレットとか、そうだ、そう、窓ガラスなんてもありますね。お、桜井お前、そう、お前弾いてみろ、お前ギター、10人やったんだろ、これ桜井だってギターが弾けるんだぜ、お前よせよ、これカポがないんだよ、いいんだカポなんて、じゃあ B マナーでやるじゃん。お前が A マナーでやったの、うん、ねえ、うん、俺 A マナーでやったんだよ、これじゃあ A マナーでいいよ、じゃあ A マナーでいい、 A マナーで急にやらないからだってじゃあここ誰かこうやって押さえてくればいいよ、ね、押さえてくれればいい、あ、大丈夫だ、いけるいける、じゃあ C マナー、松浦が押さえてますけども、あ、俺はね B マナーですもんな、じゃあ行きましょうか、ワン、ツー、ツもういいよ、もういいよ、桜井が12弾いてました、これは窓ガラスの、ね、今指痛かっただろうな、これカポ、あとガロやってくれってのもありますけどもね、ガロ、うん、ガロ、ロマンス1枚の楽譜ですか、これこんなのちぎった楽譜は花の向き顔ビコーズ、ビートルズありますね、やってみましょう、イントロだけやってみましょうかね、もう今日はリクエストいっぱい答えてますから、エコーズ、イントロカット、もう一回行きます、なかったことにして、何しは15年ぶりにやるもんです、そうですね、なわけねえか、ああ Because the world is red It's from me ね、忘れちゃいますね、あれねあと、リクエストね、コーラス重視の曲選びましたという池田、井上真由美ちゃんでした、今のね、それとね、小松美由紀さん17歳、はい、埼玉県ですけどもね、彼女もビートルズなんかの曲が多いですね、ノーヤマやってくれて、He's a real nowhere man Sitting in his nowhere land Making all his nowhere lands For nobody Does it haveThe voice of you knows where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No woman is letting her know what you're saying. No woman, the world that you command. よくやってましたね、ビートルズは。ビートルズヘルプ。これよかったね、本当。あと何がなんかどっかでやった古いギャグだ。ただの古いギャグだもんですよ、これは。こうやってワコード出されてた、これ。あともう一つ言いますよ、はい。青森県の平崎市のペンネーム、借りてきた猫さんですけど、ね。はい、借り猫ね。はい、ノンアル高は爪を隠す。はい、ノンアル高見沢は頭がでかいだって、この野郎。何なんだろう。いいじゃない、ノンがあって頭がでかいんだったらいいじゃない。そうだよ、頭きた。ノンもないのに頭がでかい。まあ、頭でかい？でかい。でかい。高見沢横じゃなくて ね前後があるんだよ、そう前後で後ろに出てんの、あのおでこか、これおでこもそう、これお前はっきり言ってでかいよ、あと後頭部フランケンシュタインみたいなかもね、そう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 デカチン
え？デカチン？デコチンか。だってお前。ごめん。間違えちゃった。どこ見たデカチン？デカチンって漫画あったかよ、そんな。デカチンなの？デコチンってのあったけど。男ゴキの。デカチンなんて漫画。男ゴキの巌流島。間違えた、ごめん。デコチンですね。自分で言うなよ。わからない、お前。ごめん。どこが面倒だよ。デカチンだったのか、たぶんさ。間違えた。だってこれ、この人突然ですよ、聞くの。私は、赤見田さんのメンタルな部分を見出すことができない。うん。一体どこにあるの？俺もできない。なんで？見えない。何がメンタルだ？メンタルじゃん。なまあ、あるか、最初から。ほら、メンタルの根の字もない頃から使ってんだから、これさ。何や。ベランメンって言ってる頃から。さあ、そんなわけで。そんなわけで、じゃあ。バカなことばっかり言ってないで。目が痛い。リクエストにじゃあお答えしましょうかね、またね。しますか。はい。次は何ですか？リクエストにお答えしまして。はい。あ、これですね。ちょっとチューニングしろ。高見田がチューニングしてる間、それでは、あ、大丈夫。はい。いいですね。発声練習、チューニング、すべて、生放送というのはね、真実を伝える。そう、同時性です。録音でやってるんじゃない。そう、そう、これはね。あまり録音、録音にこだわるとね、そう、また疑われちゃうけど。疑われちゃう。大丈夫だね。大丈夫。録音だったらこういうとこカットしますからね。ちょっとチューニングとかね、発声練習のとかね。余分なとこですからね。無駄遣い。結局無駄遣いなのか。それでは、ちょっと今日夜も更けてますんでね。ちょっと今日。ああ。それで行きましょう。うん。足なぎ坊さん。から落ちて悲しみ追い上げたいくつかの夢の手のひらを見つめ思えばお前の横顔がふとよみがえるさらば友よと笑ってわかる懐かしき恋よ夢よ友よ未だゴールは見えず懐かしき恋よ夢よ友よ未だゴールは見えずI'm not afraid to die.
今日のアルフィのオールナイトリッパーですね、生ギターライブをお送りしておりますけども、はい、リクエストたくさん来ておりましてね、すごかった今日ハガキの量がすごいね、たくさん来ておりましたね。でさっきのあのフィーリングラブなんかもリクエスト多かったんですけどもね、はい、洋楽のリクエストも多いですね。さすがにさっきもちょこっとやったんですが、ビートルズやっぱ多いですね。 This Boy とかね、それが生ギターですからね。そうですね。これは、はい、一般的なリクエスト聞きますとやっぱロックンロールやってくれば天国への階段やとか天国これ出たりしますけど、なんちゃって、ね、ここまでしかできませんからね、生ギターです。あ、そうですか。はい、それとかあと This Boy ね、Listen to the Music ってありますね。あ、いいですね。これですね、いますか。ベースがないなんとなくね、うん、昔撮ったキネズコ。おはようね、樋口あけみちゃんも書いてあります。もう誰か3人のうちに集まって、そうそうそう、あのそういうつもりで聞いてもらっていいですね。そう、寺内武さんがあね、寺内か、いや途中でほら出前の途中で来て、あちょっと僕にも知らせてよ、エレキの若大将でもありですよ、みんな知らないでしょうね、エレキの若大将って映画でね、そうそう、寺内武さん、あの出前さんね、ラーメン屋さんの出前さんなんですけどもね、で練習してる時に入ってくるんですよ。で僕にもギター弾かしてよって言ってですね、一緒に青い星くずやなんかやっちゃうんですよね。いきなり合わせられるもんですかねえ。さあ、たくさんリクエスト来てますけども、CSA の青いですね、やっぱり青いですね、アワーハウスやってくれね、 I like the fire、 キャリーオン、ティーチュアチルドレン、ウッドストック、あ難しい曲が結果ですけどもね。はい、さっき井上もやりましたね、井口あきみちゃんのリクエスト、それとはアワーハウスのリクエストは、井上、和子ちゃんですね、はい、これはユリムズは取り扱い中誤って届きましたというですね、くちゃくちゃになっちゃったってそれとかあとサイモンのガングローですね、さすがにそうですね、はい、サウンドオブサイレンスというのは、萩野陽子、萩尾陽子ちゃんですね、サウンドオブサイレンス、桜井さんとやってくれましたねってなりますけども、はい、それとか多かったのはやはり、なんといってもボクサーが多かったですね、ですね、 S&G、うん、サイモンこれは僕も聞きたいねちょっと向こうでいるからダメだよお前、名前でギター弾かなきゃ、ポール・サイモンに弟いるんだから、そうだよ、そう、あいつ弾いてんだよ、ポール・ニューマン、ポール・ニューマンって嘘をつけ、サイモン・カーク、ドラマだろ、嘘ばっかりダメだよなあ、健全な若者を嘘を教えちゃう、嘘を教えちゃう、今日は、一下からやってるというよりも高見さんの家に集まって、あ、俺、そう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 、まあ、広さはこんなもんだね、嘘つけ、はい、まあこんなもんだね、前のニューアンスカイより小さくてどこで言ってんの、高見さんに集まってカセットテープを目の前に置いて置いて録音してるという、そう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 いう感じで、今日は学生の頃よくやるでしょ、ほら集まってね、ある日の時やろうかとか言いながら、うん、途中で誰かが間違えたら、あーやめよう、これ難
難しいってやめちゃうっていうパターンが多いんですけども、今日はそういった感じで一つラフにさ、あのこう決めてさ、みんなもだからラジオの前のみんなもびっちりこう録音してなんて、そういうせこい考えを起こさないで、もうラフに、ね、録音してると思いますけどもだから録音しても、うん、まずいとこは友達に聞かせないようにしたいんだ、だから自分だけで聞けんでね、そう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 、なそう、人に聞かせるようなもんじゃないんだから、こんなそうだよお前、そんでラジオでやってんだから人に聞かすためにさあそんなわけで、はい、チャイムズガハンクル、じゃ久しぶりに桜井&坂崎 S&S で、ね、SNS ですよ、はい、ライモンとサンハンクル、国語の感じかと思っていいね、え僕行きたいな、何言ってんだ、明日にかける橋、違うよ、違う、コンドルは飛んでいく、あこの歌ねすごく好きなの僕、あの誰でもできる、ロスインディオスじゃないんだっけ、これロスインカス、ロスインカスのこのウルバンバ、ウルバンバウルバンバウルバンバっつうのこの音がね、誰でもできるサイモンとかこれね、今度は飛んでくたんですね、これだけだよ、これでファーッと変わるとこだけど、えさーっとまた変わるじゃないですか、今度このところすごいね、やっぱりね、一人じゃできないですよ、あそうです、二人だ二人一本のギターできるんですよ、それはまあいいとして、それはいいとして、はいじゃあボクサー5分9秒はい聞いてますそれ今日はフルやります、フルやりますね、フルやります、フルキーは C でやります、結構高いですよ、フルはフル、いやフルで、あそうこれライライライ8回繰り返すんですよ、こういう設定にしよう、ああサイモンとガーファンクルが僕の部屋に遊びに来た、来た、あやろあー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 お前は英文化だろうが、やろお前は8年も英文化言って差し引く、早いハワイも、足や小川さんみたいな、お前お前も英語で喋ってくんだよ、お前お前ガーファンクルそう、あーさん急に無口になってし急に無口になってしや私外国人無口になっちゃう、アイムリクエスト、アイムリクエスト、お前がリクエストの横山屋さんみたいなこと言うなよお前リクエスト、アイウォント、何でのリクエストだ、アイウォントゥーまあいいや、シングまあいいや、ほなやってくれよ、You are sing song best of music ダメだダメだ、さすが英語何段階 C 段階、うん、それではサイモンとガーファンクルで聴いてください、はい、ボクサー、 I am just a poor boy though my story is seldom told, I am squandering my resistance for a pocket full of numbers such a promises, all right and just still a man hears what he wants to hear and disregards the rest, my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station like a square, laying low, seeking out the poorest quarters where the lack of people go, looking for the places only they will know, la 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 looking for a job, I look at no more fools, just come home from the world on 7th Avenue, I do declare the advertisement, I was so lonesome I took some confidence, la 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 la. Wishing I was gone, going home with the New York City winters that are beating me, leaving me, going home.
cleanest and the boxer and the brighter by his flim and the callies all reminders of every glow that lived him down and cut to the cries down in his anger and his shame. I am living but to fight it still remains. そんなわけでございまして、今日はですね、はい、ある日、生ライブをお送りしてます。サイモンとガーファンクル素晴らしいですね。いいな、うん、飽きちゃった、うん、あれやマジでそんなことない。そんなことないよ、一生懸命ギター弾いてたよ、僕も。うん、知ってたよ、知ってるよ。お前、スリーフィンガーができるロックギタリストためないよ。フォーフィンガーなんだよ。フォーフィンガー、あ、フォーフィンガー、いや、スリーフィンガーだよ。あ、そう、だって中指使ってない、薬指が言ってるだけだもん。あれ中指飛んじゃうのお前。スリーフィンガーだよそれ。おかしいな、なんでだよ。薬指の方がほら昔こうやってほらなんていうんだっけ、フォーフィンガーをやってた人だからつい薬指が叫びるでしょ。あ、ほんとだ。でもフライングボーイ持ってね、スリーフィンガーできる人あんまいませんね。そうですかね。うん、マーシャルでスリーフィンガー、うるさいですよ、高崎の。そうだね、迷惑だねみんな。はっきり言って。さあ、そんなわけでございましてですね、はい、向こうの洋楽をチラチラと先ほどからやりましたね、やっておりますですけども、はい、じゃあこれだとまた戻りまして、ああ、リクエストに、リクエストに、答えないで、久しぶりの曲をやりましょう。そうですか、ね、うん、これはうちの松浦博さんがですね、うん、思い出深い曲なんですよ。そうなんですか。なんでなんですか。好きなんです。好きなんですか。はい、好きだって言ったってなんかあるでしょ、思い出が。これは全部ひらがなですね、タイトルが。え、本当違うの。そうだそうだ、うん、そうなんだよね。最初の LP なんて、アルフィーの、そうです、キャニオンに移って、タイマーのタイドという LP に入っておりまして、くなげりさ、はらなよさ、ね、逆から読みますとね、はい、これはあの B 面でしたね。 B 面ですね、シングル版、シングルは2曲目か、踊り子のように、踊り子のように B 面ですね。そうだった、そうですね。星降る夜にか。え、星降る、いやいや違う違う違う、踊り子のように、踊り子のように、2枚目のシングルバンドですね、 B 面に入ってるようです。これね、あの松浦博がですね、はい、初めてアルフィーと旅に行った時に、そうそう、山形、山形旅行ったの。あー、コンサート、行きましたね、あるコンサートで行きました。前座で出ました、前座で。その時にあのエンディングやったらしいんですね、僕ら。あ、そうでしたっけ。その時に松浦博さん、あの田辺ジャージ入ったばっかの、入ったばっか、まだほら純粋なマネージャー、まあ、今は燃えてた頃、今不純なマネージャーになりましたけど、僕は田辺ジャージ、明日を担うマネージャーになるなと思って燃えてた頃、結局明日は担いませんでしたけど、はい、あのその当時は担おうと思ってたの。担おうと思ってた。その時アルフィー初めて見て、あ、旅行って、これはすごい、このアーティストは武道館やるとその時信じてたんですか。ってなかったみたいですけど、この曲は自分は好きだって言ってただけですから。ただ好きだって言うだけ。ただ好きだいいんだもん、うん、この曲でもアルフィーとしては昔は欠かせなかったですね。そうですね、あの3人でやってる時は唯一派手な曲の一つ。そう、これはあの終わりに大体、これと楽園の風をほとんど最後にやってたという感じでございますけどね。はい、それじゃあ行きましょうかね。いや、はい、あれ、あ、やっぱり低いですね、ちょっとね、やっぱり生放送ですね、これ。普通カットしますよ、カットしますよ、普通だったらこういうとこ。はい、ワン、ツー、ワン、シャラララララ、さよ
ならは何気なく涙で曇らせないようにシャラララさよならはさりげなく恋人よ何も聞かないで落ち着かない素振りでタバコに火をつけてはすぐに消すあなた見られる指輪がその訳を知えるように別れのテープはあなたより先に生きるさシャラララララララは何気なくさりげなく涙で曇らせないようにコーヒーさえ気づかず話しても心温まったあの頃懐かしさに込み上げる熱い胸を抑えて思い出は美しく楽しいあの日のままになく涙で曇らせないようにシャラララさよならはさりげなく恋人よ何も聞かないで